じゃあちょっといろいろ聞きたかったんですよ。あ、本当ですか。最近の活動知らないけど、そのなんか、はいはい、地上では何が起きてるんですか。そう、地上戦を地上戦ですか。知りたい。なんか、いや、はいはい、ちょっと今日助かってるんですよ。あ、助かってるんですか。っていうのもやっぱ、はい、吉原光雄さんで、はい、リラジアッちゃんってなんかすごいそうそうたる濃いのが続いたから、はい、いや欲しいじゃないですか。こういう箸休め的なの、ね、いや、それは、はい、あの前はツッツンの時がそうだったんですけど、はい、ありがとうございます。助かるんですよ。箸休めで。ありがとうございます。ありがとうございます。どうなんですか最近は。いやもう最近変わらずですよ。なんなん、どうなってんですかスケジュールは。ほぼほぼカジサックと、あとも、やってますよ。今日それこそテレビ あの番組の会議で、あれ名古屋に。名古屋のやつ。あ、名古屋のやつ、はい、やってます。あの西野さんにも出ていただいたキャンプ番組。キャンプ超楽しかった。またぜひ。超楽しかった。超楽しいキャンプですね。はい、おぎやはぎさんに、はい、もうずっとそれ、もうずっとそれですね。テレビのレギュラーと、うん、カジサック。飽きない。あのやってることは面白いのはもう間違いないけど、はいはい、とはいえさ、ずっとループじゃない。そうですね、そうですね。飽きたりもしないんです。いや、でも全然飽きてないですかね、うん。まあ、カジサック、YouTube に関してはもうまだまだ全然、まあ、新しいこと次から次へとするし。そうですね、飽きないですね。まだまだやれることありそうだなっていう感じが。やっぱ天井は感じないの？あー、天井は別に僕はそうですね、そこまであれですね、考えてないのかもしれない。すいません。どうするんですか。どうしたらいいですか。逆にどうしたらいいと思いますか。それで言うと、はい、僕も今年で43歳に。終わりだよ。え、終わりなの。終わりだよ、43は。43ってもう終わりでしたっけ。どうしていきますか。どうするんだろうね、はい、ちょっと今日は教えてください。僕がどうしてったらいいのか。でもなんかあれはやってんすか、はい、なんか、はい、そのチームの若返りみたいなことは。あ、それがちょっとその新しい人入れようっていうのは実際今動いては いたりするんですよ、うんうん、でちょっと企画でなんかちょっとまあ僕が提案したんですけど、うん、なんかカジサックの虎とか言って、はいはいはい、ちょっとまああのマネの虎の、はいはいはい、もう丸パクリなんですけども、はいはい、ちょっと人をこう企画を持ってプレゼンしてもらうみたいなことをやってみたりとか、まだこれはあの実際あの動いてる途中なんですけど、はい、とかそれこそその履歴書もバンバン届くんですよ、うんうんうん、あのチームに、うんうん、でなんかそんな話はしてますね。へ、はい、まあ、もちろん決めるのは梶原さんなんですけど、はい、みんなででも話してます。ちゃんとその若い人も入れるみたいな。いや、もう話してます。話してます。やっぱり入れていかなきゃ。その時どうなるんですか。だって、はい、正直テレビやって、まあ今もテレビやってるけど、はいはい、そのテレビやってる時の、はい、もう重鎮の構成作家も邪魔で仕方なかったじゃん。こいつも古いなっていうのがなんかいて、うん、はいはいはい、でなんかちょっとこうでも古いなっていうのはあったけど、みんなもう誰も言えないみたいな、うんうんうん、でもそこ来ますよ、もう。まあそうですよね。そうですよ、はい、もう古いなってなりますよ。まあでもその辺は僕はちょっとうまいことちょっとこうゴロ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 ニャンってゴロニャンって 若い子にも、まあ、威張り散らそうじゃないもんね。僕はもう全然あの本当に全然下に行けるんで。そういう、そういうおじさんは必要だもんね。なんかチームに、ね、上の人が、はい、あの可愛いみたいな、平方さんみたいな。あ、だから僕はもう全然平方さんで、あの平方さんという生き方。そう、だからそこのプライドはもうとうに、あのそれこそ西野さんと一緒にいる中で、僕はそこは学んだところでもあるかもしれない。もうプライドなんてもう全くないんで、だから全然あの。そうですね、全然大丈夫かもしれないです。何してんすか一番激しめの挑戦で言うと。ああ、でも挑戦、そう、どうなの、これもう死んだなみたいなのあるんですか。ああ、それはでも全然してないと思います。こんな挑戦してない人がスナック西野に来ていいんですか。挑戦をしてない。迷いもなかった、ね、迷いもなかった、ね。はい、全然挑戦してない。なんかでも考えてはいるんですよ。あのいろいろなんかできることはないかっていうことは考えてはいるんですけれども、いやだからもうそれも全然まだもうノーアイデア。だからそれこそ服作ってみたりとか、あ、そうか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 、そんなんとかもいろいろやっては見てるんですけれども、だからいわゆるビジネスとかそういうところにまだ僕がグッといけてないというか、十分楽しい
っていう感じなんですね。どうすんの十分楽しい、十分楽しい、だから自分が楽しめる感じで生きてますけれど。いや大丈夫ですよ、だから、はい、気にしないですよ、別に今日はそんなに思いの期待してないから、そうですよね、はい、そういうペラペラ回と思ってるから大丈夫です。皆さんもそんなにライト回っていうライト回だと思ってるから、いい、ね、はい、お酒飲むっていうだけですから大丈夫です、はい、そんな無理からいいこと言おうとしなくていいですよ、ですよ、ね、はい、一生懸命はやってます、はい、けれども、でも中身はそんなにないです、まあ、全然ないです。ふざけんな。でもそんなやつがいたっていいじゃないかとも思ってます。確かに、はい、助かる、そうですね、はい、そういう人がいてくれる、なんか生きやすい、ありがとうございます。助かります、はい、だから共感してくれてると思いますよ、見てくれる人は。そうだよ、みんなほとんどそっちなんだもん、うん、こっちですから、はい、大体そうなんだ、なんかそんな、はい、もうみんな挑戦とかしてないんだもん。そうそうそう、だから能力の低い人間なりの生き方を43のおじさんが来てしまった。どうすんのよ。でもそういう、あ、今西野さんのチームにそういう人間いないんですか、その、はい、若い人たちもたくさんいるじゃないですか、はい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 、やっぱりみんな、はいはい、そのなんていうんですか、上昇志向があって、なんか野望を持ってるよ、野望を持ってる、野望を持ってる、なんか、うん、そうだね、野望を持ってない人はいなくなるね、やっぱ、うん、ああ、うん、なるほど、周りにはまあそういうこの普通のおじさんはやっぱりね。でも普通のおじさんいた方がいいじゃないですか。いや、いた方がいい、いた方がいい、普通の明るいおじさんはもう必要だと思ってる、それはむっちゃいる、はい、そういうことで僕キングコングさんの近くにいたんで、あ、普通のおじさんが入ってたもんね、はい。でもなんか、うん、昨日ちょうど、はい、小原さんと小原和弘さんと、はいはい、もちろんご存知です、はい、成田さん、成田さん、イェール大学の成田さんと、はい、箕輪さんと僕で、うん、CR25 のなんかツイッターで拝見しました。そうそうそう、なんかこう、まあ、番組があったんだけど、はい、そこで喋ってて、はい、おじさんの生かし方みたいな、あー、はいはいはい、おじさんの、うん、役割って何なのみたいな、なるほど、話になって、興味あります、めちゃくちゃ。でも今言ってたことなんだと思ったんだけど、はい、なんかセンスみたいな、はいはいはい、とか体力みたいなことは、はい、それはもう絶対に、20代が勝つじゃん、はいはいはい、でじゃあ40、まあ40はまだバキバキやってるけど、うん、じゃあ50、60とかなってきた時のおじさんの、はい、活躍の場所ってどこなの、うん、でも必ずやっていくんだよ、まあそうですね、その時が、はいはいはい、で、これだなと思ったんだけど、うん、僕その地方で、はい、兵庫県の川西市っていうところで町を作ってて、はい、でそこでいろいろあれやこれやってやるんだけれど、最大のハードルというか難関というか、はい、どこで一番ブレーキかかるかっていうと、うん、挨拶に行く順番を間違えた時の俺聞いてないぞ、あー、なるほど、あれがやっぱりそれを一歩踏み誤ってしまうと、はい、一気にもうずっとクレーマーになっちゃうみたいなのがあるので、なるほど、はいはい、どの順番で挨拶行ったらいいですかっていうのを教えてくれるおじさんはこの答えを持ってる地元のおじさん大事です。でもうついていったるわみたいな、はいはいはい、その別にこの人は何の能力もないね、はいはい、地元でなんか人気者ぐらいの、ただみんなと飲んでるぐらいの、ただ、はいはい、むっちゃ大事大事と思います。それが若いチームに一人いるだけで、はい、その上と のパイプ役になってくれる人が一人いるだけでだいぶ若い人の意見が通しやすくなるっていう、はい、なるほど、このなんか役職も名前も何もないここになるしかないし、はい、なれそうだもんね。僕は自信あります。地元の地元のそういうお前ちゃんとあっち先挨拶行ったかとかって言える自信はあります。でもだいぶそれいるのといないのとでは、はい、違う。僕やっぱおかしいなと思ってて、やっぱ思い描いてたことはちょっと違くて、うん、もうちょっと威厳のある、うん、人になるのかな、年を重ねると、うん、と思ってたんですけれども、うんうん、やっぱり番組とかもそうなんですけど、うん、テレビでやっぱスタッフ若い人がやっぱ入ってくるじゃないですか、はいはい、やっぱ僕めちゃくちゃいじられるんですよ。まあ確かに本当にビジュアルも相まってるよね。あ、そうだと思うんですけど、トンボとか響きも、ね、でも名前も本当ありがとうございます。トンボってつけていただいて、ビジュアルも相まってやっぱいじられるんだろうね、うん、はい、だからもう、あ、俺はもうこういうことなんだなって。でも安泰だね。
僕は安泰だと思う。なんでそのポジション安泰っていうのってもう結構分かりきってんじゃん。はい。なんでみんなやんないんだろう、その辺の人が。プライドがあるから。プライドがあるんだよ。自分が能力があるってやっぱ思うからで、それこそ野心が邪魔をするんだと思うんですけど。なるほどね。はい。邪魔だね、本当に。邪魔です。もうおじさんになった時のプライドなんて本当邪魔だね。はい。おじさんですってやっぱ言えた方がいいわけなので。確かに、はい、